学長が選んだ読書リスト10冊の中にジャルジャルの福徳秀介さんのデビュー小説が入っています。新型コロナウイルスの影響で予定より6ヶ月遅れて11月に発売されました。発売の前に現学長と前学長のお二人が記念の対談をされました。どうもジャルジャルの福徳秀介です。この度福徳秀介小説を書きました。4年かけてお本気で書きました。よかったら皆さん読んでください。タイトルは今日の空が一番好きとまだ言えない僕はでございます。僕の全てをさらけ出しました。よかったら読んでください。お願いします。よろしくお願いします。あのまずはキングオブコントの優勝おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。あのこの今日の空が一番好きという本も、はい、読ませていただきました。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すごく面白くて、大学生にありがちな日常を上手に切り取っておられる。大学生がみんな入ってきて大学に入学していろんなことを悩む中の、まあ、いろんなタイプの人がいてはると思うんですけども、はい、非常に上手にですねこう切り取られるなっていうのをあの感心しました。 ありがとうございます。それはやっぱり普段の大学の時の自分ご自身のまあそうですね、まあ、僕自身があんまりこの満喫できないタイプ の大学生やったので、まあ、どちらかというとそっちの方の学生の気分をちょっと書いたんで、まあ、実際こう満喫してるタイプとか、まあ、サークル活動部活動をいっぱいやってる人とかはまた違う感じだと思うんですけど、それで学長がそういうふうに思われたということはもしかしたら学長も学生時代満喫してない系やったのかなと。そうかもしれませんね。満喫してない系の気持ちがよく分かったかもしれませんね。もう一つオチはもうあれは最初からあったんですか？いやこれ決まってないです。決まってないんですか？はい、もう全然違う状況で編集の方にまあ、元々これ12、3万字ぐらい書いててでずっとその感じで手直しやってたんですけど、ある時突然半分ぐらい削られたんです。もう6万字ぐらい没収されまして没収されはい、でこっからどうしようってなった時にちょっと思いっきり変えてみようと思っていろいろああだこうだしててそれで組み立てた感じですね。そう一番最初のストーリーとは、はい、かなり違う。本当にもう全然違いますね。もう5% ぐらいしか残ってない。5% ぐらいしか残ってない、はい、それこそ名前も変わったし。あ、名前も変わりました。登場人物の。あ、そうです。変わらない人もいるんですけど、はい、はい、大学4年間はまあ、めっちゃ楽しいと感じる人もいれば、まあ、楽しいならば早く卒業したいと思ってる方もいると思うんですけど、まあ、人生振り返るとやっぱこの大学4年間っていうのはもう紛れもなく人生で一番暇な4年間と僕は思うんですよ。まあ、例えば仕事をたっぷりして定年退職してからのこう暇な時間っていうのはやっぱりどこかでこうねこう、まあ、言い方悪いですけど人生にはこうやっぱり暇な言わんとてくれます。時間があるって言って言ったからすいません。私も大阪人からつい突っ込んでまいりますけど暇な言ったらなんか遊んでるみたいなので時間がある。時間がたっぷりあるのはもう人生では大学の4年間だけ、はいはい、やっぱこう定年してからはどっかでこうねなんか人生のあれが見えてくるじゃないですか、はい、そのヒヤヒヤ感があるじゃないですか。学生時代はそんな見えてないじゃないですか、はい、そういった意味でこう一番キラキラで時間があってでも暇って感じるじゃないですか大学生ってすぐ暇やわってほんま暇じゃないのに暇じゃない、はいはい、ぜひその時間を有効に使ってくださいということかなと思います、はい、いや有効に使わなくて大丈夫です。あとあとこう、そうですね、感じるんでね、はいはい、あの時間はすごい時間だったなということはね今後も時間を大切にしていこうってこと、はい、分かりました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。小説に登場した坂道を上がり大教室で当時の学長である柴井先生とお話しされました。ここで授業を受けました。ここでたくさん受けました。もうずっとですね、ほぼここですね。めちゃめちゃ遊んだし、ここで遊んだあの誰もおらんときに相方と音は大丈夫です。後藤君と一緒に、ちょっと待ってください。ネタ繰りをしたよみたいな。ネタ繰り、ここでネタ見せもしました。あ、そうですか。はい、はい、誰もいないときに、いや、学生、その知らん学生声かけて。あ、観客になってね。はい。ああ、そうですか。ここが、いや、それはいい。それは大げさですね。なんか図書館の前でやってたっていう。図書館の前でやってたし、すぐそこの当時は C301 っていう、
何、はい、あそこでやってました、しょっちゅう。ここはでもめったに、ここ大体人がいるんであんまできなかったんで。そこで、実際に、はい、学生時代はどんな感じで、勉強して、卒業論文、卒業論文は笑いの治癒力っていう、あの卒業論文で、笑いについて考察した。一応その笑うことによって、まあ、がん細胞を倒す、はいはいはい。活動自身、芸能活動自身はもっと前から少しずつやっておられた、はい、大学1年の時に、ね、はい、NSC 入ったんで、ね、はい。だからそれで忙しかったよね。まあ、忙しいというか、まあ、ほぼネタ作りみたいな感じでした。だから、まあ、申し訳ないですけど授業よりもずっと、はい、お笑いの方があるとそっち優先してました、はい。いろんな形でこう出かけていって講演をしたりとかいうのも入ってたんですか？いや、学生時代はないです。一回だけ、文枝師匠がちょっと当時教授してはった時に僕らが芸人やってるの知ってて声かけてくれて、なんかこう大教室の授業の時に、なんか文枝さんの授業も受けたんですか？受けたというか前に立ってなんか、ああ、やらされた、ね、なんかやらされました、はい、むちゃむちゃ滑って、はい、文枝師匠にもお世話になりました、はい、ちょっと他の大学ではあんまりそんなねとこはないので、はい、そういう意味では面白いところに来て面白い学校いや、まあほんまに自由にやらせてもらいました、はい。小説の中に、はい、授業の風景も結構出てきて、はい、お団子頭の桜田さん、はい、のところなんかは別に授業が真剣とか真剣でないってのはちょっと置いといて、はい、やっぱりいかにも学生らしいよなと思って読んだんだけど、まあ、やっぱ大教室で僕は絶対後ろの方にちょうどあそこら辺に絶対座ってて、はい、一番端っこのところ、一番端っこの後ろから4番目ぐらいに絶対あっこ一番に出たろうっていう、一番に出るっていうのが目的やったんですけど、やっぱあっこからこう、いろんな人見えるから、ね、やっぱ後ろ姿だけでこう、やっぱ綺麗な子多いなっていうのが、誰とも目合わんというのが本当に悲しくて、はい、それがなんかこうちょうど書き始めた時に思い出して、あ、そういえばあの時何回か一目惚れしたなっていう、一目惚れというか可愛いなっていう子をやっぱいっぱいいたから、はい、それにこうなんとなく一人をイメージして。特に文学部って、まあ、他の学部でもそれなりに増えてきたけど、今実は 40% 超えてるんですよ、女子の割合。あ、そうなんですか、うん、だから以前いた時と比べてもそれに 10% 以上多分増えてるんだ。僕の時はフランス語学科で、それは女の子ばっかりだよ、もう男5人だけで5人あと全員90人以上、おじさま状況、あ、そうです、まあ誰とも喋ってないですけどはい、はい。でだから、だいぶ違うけど、当時で文学で6、4ぐらいで女性が6、はい、ああ多かったです。仏文は特に、はい、すごく多かったですね、はい、うん、多かったですね。だから、まあ、文学部の方がこう小説の舞台にしやすいなっていうのはありました、はいはい。こう読んでるとすごく懐かしいところもたくさん出てくるんですけど、やっぱり、今振り返ってみて、はい、その当時の学生時代の自分と今の自分ってある、そうするとどんなふうな感じですかね。あの頃こうだったなとか、あの時こうしといたらよかったのにとか、そんな思うことありますか？まあそうですね、学生の時は、まあ、もちろんやっぱ授業を、うん、もうほんまちゃんと受けとけばよかったなって今になっては思う。その哲学とか、だって僕の前でから言って言わんだよね。いやでもマジでこれは大人になってから思うのは、やっぱ哲学と心理学、理学はちゃんと受けてたらおもろかったやろうなと思います。でやっぱ当時はやっぱり意味わからん教科ばっかりで、なんでこれ取らなあかんねんっていう、まあ、しゃあなしにやってた部分あったんですけど、まあ、30代超えてから、うわちゃんと受けとけばおもろかったなっていう、大人になってからもう一回大学行きたいなっていう気を、いやだそれはだから、その大人になってからたまに行く人いるじゃないですか、大学。当時はやっぱ意味わからなかったけど、やっぱ前列に大人の人の、はい、いて意味わからんわと思ってたんですけど、はい、今思うと分かりますね。そうか、はい、そうなん、漫才のことなんだけど、はい、ちょっと本気なこと言うと、はい、ジャルジャルってやっぱすごいことやってるんだよ。あら、どうしたんですか？はい、そういうかなんかありがとうございます。だから、通常だとこうネタを作って、はい、でそれを本当に一字一句間違えないように、はい、完成形まで持っていって、はい、でそれであと多少現場に合わせてアドリブかけていくっていう、はい、そういうパターンじゃない。だからそういうことしてないよね。だから僕らはほとんどしてないです、ね、はい。それって初めてじゃない？まあ、ほんまに冗談抜きで、
関大で僕ら4年間過ごして、まあ、関西大学関大一高も含めては7年間いて、まあ、ほんまにその何か知らんけどやっぱ人とちゃうことせなあかんなみたいな意識がめっちゃあって、やっぱ人多くてこの中で目立つにはどうしたらいいんやろなっていうことをずっと言ってて、はい、そうなったらやっぱネタ、まあ、お笑いやっても結局お笑いやる人はまだ5万といるし、さらにこう珍しいことせなあかんなっていうのがあったんで、この本の中でさ、はい、ちょっと感心したところは2箇所あって、はい、で1つは言えないんです、これ一番最後のところなので、はい、何箇所起こるところなので言えないんですけど、はい、読んでもらわないといけない、はい、もう1箇所すごく感心したのは、まあ、あそこはすごい言葉を気づけなかったので、はい、銭湯で一緒に働いてる女の子が、はい、まあ、主人公に惚れてるんだけど、はい、でもね、はい、別の好きな人がいると分かった時に、はい、喋り出すやんか、はい、あれは面白かった。あ、ありがとうございます。あれもそう面白かった。あれは異様な部分やと思う。あれです、うん、あれはでもその、まあ、書いててあこういう展開にしようかなと思ってとりあえず書き出したんですよ、うんうん、ほんならもう止まらんくなってきて、ブワーって書いて気ぃついたらあんな長さになってていや面白くなしてもらいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。